白庭台駅は奈良県生駒市白庭台6丁目にある近畿日本鉄道京阪な線の駅。駅番号は C28。1980年代後半から1990年代に開発された新興住宅地、白庭台が駅名の由来である。白庭台という地名は日本初期の記述により物のし素心であるにぎはやひいの命が 天の岩船で降臨した後移り住んだと伝えられる鳥見城庭山から名付けられた。駅名表には緩やかな曲線で描かれた花の絵が駅のロゴとしてあしらわれている。上りホームから白庭トンネル越しに逃亡相対式に面2線のホームを持つ京城駅でホームは半地下形式である。改札、コンコースは1階、ホームはその下にある。 改札口は一箇所のみ。なお、ホームには、ワンマン運転支援用のホームセンサーが設けられている。半地下構造のため駅両側にはトンネルがある。生駒駅管理の友人駅で、ピタパイ効果対応の自動改札機及び、自動生産機が設置されている。京阪な線では、長田駅経由の大阪メトロ連絡乗車券のほか、当駅から学研なら富ヶ丘よりの各駅では、 自動券売機で、生駒駅、大阪南馬駅経由の阪神電鉄線、連絡乗車券も購入できる。駅舎は、緩やかな曲線を多用し、周辺の丘陵との調和を狙ったデザインである。駅舎だけでなく、駅名表にも緩やかな曲線で描かれた花の絵が、駅のロゴとしてあしらわれている。壁面が、ガラス張りのため開放感のある駅舎となっている。近年における、 当駅の1日乗降辞任の調査結果は以下の通り。開業以降の1日平均乗車辞任は以下の通りである。奈良交通が運行。AB 近畿日本鉄道株式会社。近畿日本鉄道100年の歩み近畿日本鉄道。2010年12月。487から488ページ。全国書誌番号。 二千百九十万六千三6373。曽根悟る、週刊歴史でめぐる、鉄道全路線大手私鉄三号近畿日本鉄道、に、朝日新聞出版、週刊朝日百科、二千十年八月二十九日、十九ページ。ISBN 九百七十八から四から零二から三十四万百三十三から四。平成十九年四月一日から、 近鉄主要路線で IC カードの利用が可能になります。近畿日本鉄道、http コロンスラッシュスラッシュ www.kintetsu.jp スラッシュニューススラッシュファイルズスラッシュ ICCARD20070130.pdf2016 年3月3日閲覧。ab、駅の情報をしろ定題。近畿日本鉄道。 2021年10月3日閲覧。駅別上工人院警犯な線、近畿日本鉄道奈良県統計年間、統計情報生駒市公式ホームページ2006年3月27日、開業。開業日から3月31日までの5日間を集計した値。ありがとうございます。